五福島神社は、横浜市中区羽衣町二丁目にある神社である。横浜村の陳樹で、現在は、宗形三女神を祭神とする。元来は杉島とも呼ばれる入江の札状の、乾村であった、横浜村の、さらに先端にあり、島勘弁天社と称した。創建は、自称年間で、源の頼朝が、伊豆国といから勧進したと伝えられる。足利が光は、 半若新業を奉納、大田道館は社殿を再建、徳川家光は主因地を与えている。浜辺の松林で覆われた境内は、対岸の神奈川宿大町からの長望15系の、一つにも数えられるほどの継承地であった。また境内には氷炭池があり、清水が湧き出たため、清水弁天とも、また、所在地から横浜弁天とも呼ばれた。敷地は、南は、 大田町五丁目、北は南中通り五丁目、東は弁天通り五丁目、西は海岸で宿り奇襲になっており、一万二千坪という広々とした場所であった。今の神奈川県立歴史博物館のあたりに一の鳥居があった。鳥居は四の鳥居まで存在していたとされる。開港後、門前が弁天通りとして整備された。 周皮町という別当時を有したが廃絶、慶安年間以降は、元町一丁目の増吉院が別当になった。元禄年中この元町の増吉院境内に仮殿を造営し、上野宮杉山弁天と唱え、平日はご神体をここに法案しておき、本社には前立のご神体のみを置いて下の宮清水弁天と呼んだ。1869年に外区拡張のため、 現在地の羽衣町に移転して、淵島神社と改称。ありがとうございます。